バンス・リチャード・オーリーは、アメリカ合衆国カリフォルニア州サクラメント出身のプロ野球選手。ウト右ミギウチ。2021年現在は、MLB ニューヨークメッツ参加所属。愛称は、バニマル。アメリカ人の父親と中国人の母親の間に生まれたハーフである。2008年の MLB ドラフト3巡目で、フィラデルフィア・フィリーズから指名され、プロ入り。 2010年7月24日のコロラドロッキーズ戦でメジャーデビューを果たした。2011年は11勝を挙げブレイク。ナリーグの新人王投票ではクレイグ・キンブレル、フレディ・フリーマンに次ぐ3位に入った。フィラデルフィア・フィリーズ時代2012年は夏場に肘痛の影響で不調に陥り、8月29日に手術を受けてシーズンを終えることが決定された。 9月7日に、骨片除去手術を受けた。2012年12月6日に、ベンリビアとの1対2のトレードで、トレバーメイと共にミネソタツインズへ移籍した。ミネソタツインズ時代2013年は、開幕投手を務めた。2014年2月28日に、ツインズと1年契約に合意したが3月21日に40人枠から、外れ。 トリプル A 級ロチェスターレッドウィングスへ降格した。2014年3月25日に金銭トレードでピッツバーグパイレーツへ移籍した。移籍1年目となるシーズンは6月中旬から先発ローテーションに定着。メジャー初完封を記録し8勝を挙げた。防御率2.85はメジャーデビューした2010年に次ぐ自己2位の記録であり、 2011年以来となる復活を果たした。打撃面では自己ワーストを更新する17三振を起死した。2015年はリリーフでの登板に比重が置かれ、全23試合中15試合にリリーフで投げた。4勝6敗、防御率4.0249奪三振という成績だった。2015年10月20日、ウェーバー工事を経て、 ボルチモアオリオールズへ移籍した。2016年も主にリリーフの役割を担い、自己最多の35試合に登板。2勝2敗1セーブ、防御率3.5356奪三振という、成績を残し、セーブを上げたのは、メジャー初だった。オフの12月2日に、FA となった。2017年1月31日に、ワシントンナショナルズとマイナー契約を結び、 同年のスプリングトレーニングに招待選手として参加することになったが、メジャー昇格はならず、4月3日に FA となった。4月4日にマイアミ・マーリンズとマイナー契約を結び、参加のトリプル a 級ニューオーリンズベビーケークスへ配属された。5月20日にメジャー契約を結び、アクティブロースター入りした。 この年メジャーでは24試合に登板して2勝6敗、1セーブ、防御率6.9150奪三振の成績を残した。レギュラーシーズン終了後の10月7日に40人枠から外れる形でトリプル A 級ニューオーリンズへ配属され、同日中に FA となった。2018年1月9日にシンシナティレッズとマイナー契約を結び、 スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。開幕前に自由契約となり、4月19日にニューヨークメッツとマイナー契約を結ぶ。6月22日に自由契約となった。2019年は所属球団なく、2020年3月26日に独立リーグアトランティックリーグのサマセットペートリオッツと契約したが、 新型コロナウイルス感染症の世界的流行に伴いリーグ中止となった。2021年4月26日に独立リーグアメリカンアソシエーションのケーンカウンティー、クーガーズと契約。6月23日にマイナー契約でニューヨークムッツに移籍した。オーバースローで軸足を投手版三塁側に置くのが特徴。 最速94.6マイルパーアワー、平均89マイルパーアワーの3種類の速球を中心に、平均84マイルパーアワースライダー、その他に平均75マイルパーアワーのナックルカーブ、平均83マイルパーアワーのチェンジアップも使う。メジャー通算の対左打者及び対右打者比、ウォーバーがほぼ同じで、左打者を苦手としていない。 ありがとうございます。